新型コロナウイルス感染症がパンデミックの様相を見せている中、韓国から送ってきた生存キットは本当に魔法のようなものでした。韓国の人々は、私が元気なのかを確認したがっているようで、韓国人たちがまるで私の面倒を見て、責任を持ってくれているかのようでした。1966年から1968年まで韓国のチュンチョンで平和奉仕団の一員として、 女子高生たちに英語を教えていたサンドラ氏の言葉である。現在ニューヨークに住んでいるサンドラウジは、新型コロナの拡散により外出しようという気持ちにさえならない中、韓国から送られてきた新型コロナ生存キット2点からのプレゼントのようだったとし、サンドラウジはこの生存キットをもらった瞬間涙が出そうなほどだったと、ニューヨークタイムズとのインタビューで語った。 サンドラウジは今月初め COVID-19 サバイバルボックスと書かれた小包みをもらった。この小包みの中には、あなたの韓国への献身に対する感謝の印というメッセージが書かれていて、その中にはマスクティッシュペーパー手袋朝鮮ヒトサンシルクのセンス箸とスプーンにセットが入っていた。50年余り前サンドラウジは、平和奉仕団の団員として韓国を訪れていた。 平和法師団は1966年から1981年まで、若い米国人たちが教師や医療人として韓国で奉仕活動をした団体である。約2000人余りが派遣され、当時韓国は貧しい国であった。韓国政府が運営している韓国財団は去る10月、毎職の平和法師団の団員514人に、新型コロナ生存キットを送った。 サンドラウジは涙が出そうなほどだった年私は現実的な人間だ。しかしこの箱には魔法のようなものが入っていたと語っていたと NYT は伝えた。